こんにちは、OK先生です。みんなの冬休みが始まった。で、この冬休みの間に一つしてほしいことがある。それは読書です。冬休みに読書をする。それは想像力を鍛えることもできるし、いろんなことが分かるようにもなる。それはまるで未知の世界を旅しているかのよう。でも冬休みはイベントがたくさんあってワクワクするよね。クリスマスに大晦日、そして正月。だから家でのんびりしたり、友達と遊びに行ったり、家族とお出かけしたり、そういう風にして冬休みを楽しみたい。こういう風にみんな思ってるかもしれない。でもね、その時に忘れてほしくないのが、自分でしっかりと静かな時間を作ること、そして本を開いてみること。家の本棚や本屋さんや図書館に行って自分が読みたい本を見つけること。それが2024年を新しく始めるための第一歩になるはずです。そんな気持ちを込めて曲を作りました。ぜひ聴いていってください。それではどうぞ。読書で広がる未来への道、一緒に歩む。